秋晴れの空が広がった札幌南区の滝野すずらん丘陵公園園内には54品種のダリアおよそ350株が植えられ中には旭日昭エ山桜など珍しい種類もありますまたコスモスも秋風に揺れています今年は台風の風と雨の影響で花は減ってしまいましたが今が見頃だということです 公園はきょう、秋の都市緑化月間に伴い、入園が無料となっています。